ドル版ですね。ドリルやタック、逆転してるとこれが削れないんですよ、はい、でずれてるところを押しても位置が合ってくる。へー、便利機で晴天にしました。できますね、入り口だけで。せーの、ここで逆転。そう、例えばドリル機能だけでやるとある程度の深さまで行ったら止めるしかない、はい、うん、あ、でこのまま上げたらこれごと上がってる、はい、で逆転があるというように加工が簡単ですね。基本的にはボールパンというかみんなついてるんですか。逆転あれらはついてるんですよ。あれはついてないです。あ、ついてないんですか。タップやるときはボールパンでやることがは違いますので、まあ、すごくいい体験だったと思います。